マンチェスターユナイテッドがアモリムの就任を正式発表。マンチェスターユナイテッドは11月1日、現在スポルティングを率いるルベン・アモリム監督を新指揮官として招聘したことを正式発表した。クラブからの発表によると、アモリム氏は11月11日より合流予定。それまでアモリム氏はスポルティングでの指揮を続け、マンチェスターユナイテッドはルート・ファン・ニステルローへ暫定監督が率いることとなる。アモリム氏との契約期間は2027年6月30日までで、契約には1年間の延長オプションも含まれている。イギリスメディアによると、マンチェスターユナイテッドはスポルティングに対して、最大1100万ユーロ約18億円の契約解除金を支払うようだ。こんなタイミングでよそから監督を強奪するなんて聞いたことないわ。スポルティングは今月 CL でマンシーアーセナルと連続で対戦するのに、これはひどい強奪。細かい戦術家タイプなんて一番合わないだろ。リーグの途中で引っこ抜くとかすげえな。スポルティング CP って CL8 位なのに EL クラブに行くのかよ。ついにマンユーに光が見えたな。アモリムなら日本人行ってほしいわ。冬にどれぐらい入れ替えるかだな。2人ぐらい売れて3人ぐらい帰ればいいのだが。もうちょっとファンにしてるローエが監督で見てみたかった。ブライトン監督もチェルシーにシーズン途中に引き抜かれてたし、割とよくあるよね。アモリム点取れるチーム作れるか。やっとまともな監督を連れてこれたか。とうとうモリタをプレミアで見れるのか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。